皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーとやっていきましょう。マリオメーカーに存在するアイテムをすべて使った1の1。めっちゃあるんじゃないこれ。クッパもいるかな。わお、いっぱい、こんなところに。これどうしたらいいんですか。今かな、今かな。ウィー、いっぱい。もうふわ切り替わらないでね。ひゃ、ちょ待って待って、結構むずいぞ。ウィウィウィ、キノコ、あ、キノコを取る前に1の1でこんなとこでやられるなんて相当鬼畜コースです。詰め込みすぎです。で、一回やっつけといた方がいい。今のはなかったことに、なかったことにできます。はいや。で、イカは、イカもシカトするわ。キャンキャン、このモグラが本当に邪魔くせえや。ひゃーマジで進めない。1の1なのに、なんという難しさ、圧倒的難しさ。でもこんなに最初にアイテムを詰め込んだら、後の方はきっと楽々チンチンっていうことですね。さ、失礼しました。急に、普通になんか普通にトークしてたつもりが急に下ネタになってしまいました。申し訳ございません。非常に面白くできておりますこちらのコース。キャー、この甲羅でぶっ潰してやる。ういえいえい、やっときたぞ、やっときたぞ。ぶんな、お前なんか甲羅でいでい。さあ、パウ、パウは飾りということで入ります。お、すごい。で、これはパウ持ってくか。ほっ、あ、やられてもうたのだ。あー、やばいやばいやばい、スーパーミラクル、やばい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 。パウをどこかで使いたいけど、貧乏症なのでなかなか使えない。やばい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 、ここにピンコイン、いい、助かった助かった。で、カメをパーンってやって戻ってくるから、こうしてキノコを取って、これでやっつけよう。モモンガちゃんになります。入る、はあはあはあ、休憩する。で、おお、メッチングが、私の唯一のメッチングが取れてしまった。困ったらパウ投げるわ。でっかい、ピョン。で、ここがちょっと厄介なんですけれども、ほう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 、ウィー、地獄や、地獄絵図や。でも怖い、ワンワンいる、ワンワンいる。これ使っちゃえ。しし、なんかアイテム、ありがとうありがとうございます、アイテムでございます。で、こうで、よし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 、初歩的なミス、甲羅にやられる。どうしよう、ピンクコインも取りたい。ここではちょっと耐えたいな。ここにいるわ。やばい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 、うわ、マジ進めない、マジで進めないであります。いいよいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫、大きいよ大きいよ大きいよ、どんどんチェイファーで、ウィーゴー、わー、たららバーストバーストバースト、スーパーバースト、おっしゃおっしゃ、びっくりした。ピンクコイン取って、いいのいいの、君ちょっと、もう、キノコは絶対に取る。でも、ここはもうちょっと待って、やばい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 、チビちゃんチビちゃんチビちゃん、よし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 がいる、よし来い、よしよし、私だよ、よしよしよし、ご主人様がお迎えに来たのだ。うー、やばいね、これ配置がもうさ、素晴らしすぎて、本当に神がかったコースなんですが、ね、ここはね、こうした方がいいな。でも行く行く行く、ささっとささっとさっさっさー、よしに乗ってもご両親で進みたい作戦。いやー、来い、ここに入った方がいいね。あー、あー、あー、やべー、あー、やめてー。ちょっと先、どうしようかな。キノコキノコキノコ、サンキューサンキュー、キノコヨシのところに行くっちゃ行くっちゃ、雲に乗っちゃった雲に乗っちゃった、なぜだか、もう、行け行け行け、どんどん行っちゃれ行っとれ行っとれ、ちっこい敵なんか気にするな、いけいけ、ゴーゴーゴー、よし
うまい、うまいことできた。よっしゃ、オッケー、ヨシのところに戻るっす。なんかここさ、よしよしよし、乗った乗った乗った、ギャー、これで、よし、これでもうさ、乗り継ぎシステムで行くわ。よし、あー、どこ行った、バラー中間、中間があんなところに、目と鼻の先に中間があった。あそこ、あそこ早く突破したい。パワーはいらんねえもんね。こうだね、この方がメットをより長くかぶってられます。よっしゃ、こう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 、そう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 、うい、よしに、キャー、この、このドラゴンボール強いな、ドラゴンボールが強すぎる、うい、てててててる、キャー、てててててる、ヨシーが、ヨシーが、はい、ヨシーがドラゴンボール浮遊している。これに乗るわ、これに乗って大きくなって、もういっか、いや、いや、いや、こうだこうだこうだ、違う、よし、オッケー、これでもう一発クリアで、こっからは一発クリアでいっちゃいたいと思います。さあ、ドゥン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 、なにこれ、入る、入ってみる、いやー、なにこれ、嘘でしょー、まいっか、中間取ったし。ということで、モートン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 が怖すぎる。ピンクコインがあそこにありまして、でもブルンブルン来るから、あ、でも平気だ。これでなんか出すとキノコ来るか。あー、マジか。クッパ様がいた。クッパさんが、間が見えたということは、もうゴールが近いということですね。この列車に乗って、あ、よし、行きたいと思います。さよなら、皆さんありがとう。すべてのアイテム、こんなにあったんだね。最後にスターが、キラ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 。めちゃくちゃ時間かかっちゃったよ。15分ぐらいで1の1。いいね。ふぅ。面白かったわ。30秒スピードラン、タイムがギリギリですが、良ければプレイしてみるよ。ということで、タイムギリギリだから超ダッシュで、急げ急げ、プロン、気を取り直して、はい、せーの、ピョン、トゥ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 ルトゥルトゥルトゥル、ジャブーでホイ、ギャーシチェーデルン、オッケー、入りました。さあ、ポンポン、あれ、オッケーで、ジョーンで、ポーン、スピン、ポーヒョンで、ポンのホッチュンで、で下でジャンプ、オッケー、シャー、怖い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 、入る、残り14秒、なにこれ、青いのか、シャー、ビビるな、あー、間違っちゃった間違っちゃった間違っちゃった、もう上登れなくなっちゃったのか、ひゃっ、じゃーん、3段だ、3段、あ、ネクスト赤面、ほいで、ほいほいほい、よっ、スピン、ほわっ、シャプターン、オッケーオッケー、残り5秒、いやー、なんだお前、なんトイレ、それはあかんて、これだ、クリボーを踏みつけて、バネをこうして、ダーってやって、バーンってやって入る、さよなら、レッドゾーン、レッドゾーン、ほっで、ピョン、決まるのか、これで決めたいところだ、です、チャギンって、これなんだ、怖いのが来るから、怖いのが来るから、これはきっと叩く、こうこうこう、ウィー、ジャンプジャンプ、ほう、できました、面白かった、ヨッシー、ヨッシーは無事生まれませんでした。君が爆発するまでの逃避行、映画のタイトルみたいだ。ボム兵、僕はすぐ爆発しちゃうんだ。マリオ、大丈夫だよ、君が爆発しないようになんとかするさ。最後に君を利用するまでね。ということで、マリオちゃんが爆発しないように運んで、おそらく最後に爆発をさせるという、なんとも悪徳な物語です。それでは行きましょう。ボムを騙すんだな。運んであげるよ。ほい、ほい、入るぞー。
一心同体です。途中ゴール直前までは一心同体。私が守るわ、ボムさん。危ないから危ないから、はるはるはる。これあれかな、リセットかな。戻ります。さあ戻ってリセット行きます。ジデン、ジデンデンデン、チキン。よし、いい感じ。お利口さんのボムさん、わー、やばい、投げる、いいあー違うかー。ね、これはこうやってって最初に出していけばよかった。危ない。よっしゃ、これはなんだ、投げて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 、入る。これもリセットかな。うんうんうん。ではよし、楽しいぞ。これはうわっ、痛い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 。ああ、これもリセットタイム。雲があったので雲に飛び乗る、飛び乗る、飛び乗る、ルッ、痛い痛い痛い。雲はちょっと操作が難しいから急げ。危ねえ、絶対危なかったよね今。まあ、ここは大丈夫、ここは大丈夫、ここは大丈夫、ここは余裕よ。ね。何これ。これ投げる投げる投げる、やばい。おお。これ投げていいかな。あそこでボムが爆発して、おそらく私だけゴールということなんでしょうか。さらばボム兵。やはりお前は爆発する運命なのだ。悪いやつだな、キノピコは。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。